はいどうも、てなきのすでございます。さあ今回はアルティメットルミナス15、こちらも紹介していきたいと思います。はい、ということで、ガシャポンアルティメットルミナスシリーズも第15弾まで来ました。今回はウルトラマンゼアスにアストロに初代ウルトラマン C タイプのスペシウムコンセントということで、一つずつ紹介していきたいと思います。初代ウルトラマンでございます。はい、初代ウルトラマンのアルティメットルミナスはもうね、幾度も出ておりますけれども、ついに C タイプのスペシウム光線バージョンが登場いたしました。足元から、このつま先がね、シュッと尖っていて、段差がね、少ない感じっていうのも再現されていたりですとか、動きますと、今回のウルトラマンはシルバーの発色もかなり良くて、赤の感じも、すげえ渋い、明るすぎない、ちょうどいい赤で再現されております。そしてやはり、ウルトラマンのスペシウム光線といえば、手のね、反りなんですけども、しっかりと、再現されております。でなおかつですね、手首がこうストンとこうちょっと落ちてから手のひらがこうスッとね、こう反っている、このカーブのこの感じですよね。これがね、しっかりと再現されているのがポイントですね。この指先の感じですとか、いや、すごい古谷さん。めちゃくちゃ古谷さんという感じがします。顔、もうね、完璧ですね。初代ウルトラマンの C タイプの特有の左右非対称な感じですとか、しっかりと再現されております。まだ光らせてないにもかかわらず、めちゃくちゃかっこいいですね。この立ち姿、めっちゃかっこいいです。こう横から見た時に特にこう手の反りっていうのがね、すごくわかりますよね。横側、ずーっと、背中側、今回のウルトラマンの C タイプは背中をパカッと開けるタイプのユニットの入れ方ですね。結構きつくて、なかなかグングングンかなり押さないと入らないですね。ちょっとここだけがちょっと気になりましたかね。前回発売されたウルトラマン C タイプと、実は金型はほとんど一緒で、腕の部分だけが新規造形になってるんですね。なんですけど、もう全くね、違和感がなくて、これはやっぱりね、すごいですよね。あともう見ていただければ、もう一目瞭然ですけれども、塗装がもうガラッと変わっていて、前回のウルトラマンC タイプはすごくグレーだったんですけど、今回は発色のいいシルバーになっていて、個人的には今回のウルトラマンの発色のいいシルバーの方が好きかなって思いますね。ということで、初代ウルトラマン光らせてみました。いや、アルティメットルミナスはやっぱりすごく撮影が難しいですけど、まあ肉眼に近い肉眼に近い光っていうのをお見せできてるかな。いや、本当にね、やっぱかっこいいですよ今回の初代ウルトラマン。前回の初代ウルトラマンも相当にかっこよかったんですけれども、もうシルバーの発色が良くなったりして、前回よりもパワーアップしてるんですよね。で、なおかつ、古谷さんのスペシウム光線特有の、指、腕の感じっていうのがしっかりと再現されてますし、これはもうね、本当にね、かっこいいの一言につきます。ぜーっといかがでしょうか。どっから見てもね、本当に初代ウルトラマンの再現度が相当高いと思います。カラータイマーもかなり綺麗に光ってますね。やっぱりね、初代ウルトラマンかっこいいなぁ。55周年ね、ふさわしい第一発目のウルトラマン玩具になったと思います。いやー、いいなぁ。そしてついに、アルティメットルミナスウルトラマン ABC スペシウム光線がすべて揃いました。やったー。これはね、壮観ですよ。すごい。いや、今までね、同じスペシウム光線のポーズで ABC が揃うっていうのは、なかなかね、ないと思いますよ。まあ、あるにはね、あると思いますけど、ガチャガチャのね、この500円のおもちゃで、ABC がスペシウム光線同じポーズで揃うっていうのは、ほぼないんじゃないかな。まあ、そもそも ABC タイプが揃うっていうこと自体が、本当にレアで、本当にね、甲乙つけがたいぐらいに、どれもね、かっこいいんですよ。もうね、どれがいいとかね、そういうのをね、なんか、言いたくなくなってくるね。言いたくなくなってくるね。うん。どれもかっこいい。これは、かっこいいなぁ。当分ちょっと、デスクの上飾っとこうかなぁ。獅子座 L77 星からやってきた、レオの弟、アストラでございまーす。待望のアストラということで、楽しみにしていたんですけれども、ちょっとですね、このアストラがね、若干、とね、気になるところがありまして、まあ、このセブン顔と言われるね、ウルトラマンのお顔は、やっぱこう、覗き穴の位置とかが、とてもね、重要になってくると思うんですよ。で、このね、アストラが光らせればね、ちょっとわかりやすくなると思うので、ちょっと見ていきたいと思います。はい、どうでしょうか。覗き穴の位置とか、大きさで、すごいね、ストーンしてる。ということで、覗き穴を、ガンダムマーカーの墨入れブラック。これを使って、書き直したいと思います。
はい、覗き穴開いてきました。まあ、なるべく手前側になるように覗き穴を書き直しましたね。もうちょっとちっちゃくてもよかったかな。もう一回ぐらい書き直してもいいかもしれないですね。ということで、アストラでございます。ずーっと。本当にね、これね、覗き穴以外はめちゃくちゃかっこよくて、足元からずーっと。この赤の感じがね、すごい落ち着いた赤で、僕この赤めちゃくちゃ好きですね。このマグマチックチェーンのね、造形がね、めちゃくちゃすごくて、だいたいこういう系のアストラのフィギュアって、もう膝とか太ももまで一体化して成形されてることが多いんですけど、今回ね、ちゃんと別パーツになってるんですよ。ここがね、すごいこだわりですね。ちゃんとチェーンにも見えるような造形になってますし、アストラサインがありまして、ぐいっと、アストラが構えております。で、一つね、不良品なのかな?カータイマーがね、思いっきりね、浮いてる。で、これね、中に入らないんだよね。気になります。とても不安ですけど。ビームランプの部分は特に光るような造形ではなくて、目の部分は綺麗に発光いたします。背中側ももちろん塗装されております。素晴らしい。ウルトラマンレオとジャジャンと並べるとこんな感じでございます。ようやくアストラとレオ並べることができました。この双子の兄弟。めちゃくちゃかっこいいですね。でもやっぱウルトラマンレオのルミナスユニット古いやつ入れちゃってるので、ちょっと光量が弱くなっちゃってますね。こんな感じで並べると背中合わせでね、こう背中を預けて戦う兄弟っていう感じがして、めちゃくちゃかっこいいですね。ウルトラマンってアス。勇気だったら持っているはず。ということで、アルティメットルミナス、ウルトラマンゼアスでございまーす。いやー、まさかゼアス来ちゃうのかよー。ありがとうございます。まず一言、ありがとうございます。すごいよ、ゼアス。来るだけでも正直嬉しいよ。プレ版とかでも何でももう買ってたよ。だけど、一般販売できちゃうんだね。今何年ですか?令和ですよ。2021年ですよ。1995年じゃないですよ。もう今年でね、ウルトラマンティガーとウルトラマンツヤスは25周年ということで。ねえ、それに合わせまして、アルティメットルミナスウルトラマンツヤス登場というね。いや、すごいわ。すごいわ。足元から、ウルトラマンゼアスのスーツって、ウルトラマングレートのような布製のね、生地なんですよ。なので、他のウェットスーツの感じとは、ちょっと違うんですよね。で、そういうところがですね、細かなシワで再現されていて、あー、この辺とかわかりやすいね。わかる?わかる?この細かなね、このシワの感じ、この辺の布感、めちゃくちゃ出てますね。でね、塗装がね、すごい質感がね、他のルミナスとちょっと違う。このホワイトの感じとかも、ちょっとこう、キラキラじゃないけど、また独特の白の感じがして、で、カラータイマーの部分も、クリアパーツで再現されていて、周りがゴールドで塗装されております。で、結構ね、ゼアスって、ガタイがいいんですけど、そういう部分も再現されていたりですとか、平手でね、シャッ構えてますね。スーツとマスクの質感の違いっていうのがかなり出ているので、この辺が好き。耳の中がシルバーで塗装されておりまして、目がクリアパーツのイエローで再現されております。口の部分だけシルバーで顔がね赤いんだよね。すごいね。で、このトサカの部分の造形もね、かなりシュッと尖っていて、シャープな造形に仕上がっております。ぐーん。めちゃくちゃかっけえ。この仕様の感じとかね。たまんなくかっこいいんだけど、ウルトラマンゼアス。背中側でございます。もちろんフル塗装でございます。素晴らしい。もう光らせる前だけど、もう言っちゃうけど、今回のアルティメットルミナス15段、もうゼアスだよ。やっぱゼアスだよ。ゼアスが大当たり枠。うん。気合の入り方がまるで違う。うん。ということで、光らせていきたいと思います。ゼア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 僕が夢見た青い星ゼアス光らせてみました。どうですか、ゼアスが今回やっぱ一番いいね。やっぱりこのまず顔の再現度とか、このスーツのね、この布製の感じとか、こういうところがまずしっかりと再現されていて、で、このマスクのね、光沢感のある感じとか、で、なおかつ、光ると。これはもうね、最高ですね。まさかこのね、令和の時代にウルトラマンゼアスが一般販売のガチャガチャで手に入るっていうのは、これはね、たまりませんよ。はっきり言って。しかも、
プレミアバンダイでアルティメットルミナス弁天星人&コッテンポップが今度発売されるということで、これもね楽しみで仕方がない。ようやくウルトラマンゼアスとコッテンポップ弁天星人がねアルティメットルミナスで並べられるというね、これはとてつもない快挙ですよね。すごく楽しみです。はい、ということで今回はアルティメットルミナス15こちらをご紹介いたしました。やっぱり今回のね当たりは圧倒的ゼアスです。はいもうねゼアスの文句の付けどころが何一つありません。めちゃくちゃかっこいいです。まあ、ウルトラマンゼアスね、そのクオリティももちろんなんですけれども、一般販売のこのガチャガチャで、今回出てくれたっていうのも、すごくポイントが高いですし、アルティメットルミナス担当者さんのエムーチさんが、すごいね、ゼアス好きっていうことで、かなりね、ゼアスを押せるということで、で、ウルトラマンシャドウも発売しますし、すごく楽しみにしたいと思います。以上、デレキダスチャンネルのデレキダスでございました。それでは、バイバイ。